私からはこの身近になったがんゲノム医療というところをお伝えできればというふうに思います。この国民皆保険でできるようになったこの日本のがんゲノム医療のこのシステム、これはもうユニークなもので、もう日本 の素晴らしい財産だというふうに思っていますが、まあ、果たしてそのゲノム医療の恩恵を、まあ、全てのそのがんの患者さんあるいはご家族の方々が享受できているのかというところもありますので、まあ、そういったところでそのもっとこの伸びしろという言葉も出ましたけれども、もっとこれからさらに良くしていける方法はないかなというふうな視点で、お話できればというふうに思います。こちら私 の利益相反になります。で、まあ、先ほどから話に出ていますように、まあ、2人に1人はがんになり、まあ、5人に1人はがんで亡くなる時代になっています。で、2019年に、まあ、がんと診断された患者さん、まあ、約100万人で、がんで死亡された方は、まあ、約38万人、まあ、生まれている子どもの数が今もう80万人を切っているという状況において、まあ、生まれたっていうニュースを聞くよりもある意味がんになったっていう人の方が数が多くなっているというふうな時代になっています。まあ、それぐらいそのがんというものはもう誰もがいつなってもおかしくないような病気というふうに言えると思います。まあ、正常な細胞というのが、まあ、全て遺伝子というレベルで正常なのか何も変化がないのかというとそういうわけではないというところが押さえておくべきところかと思います。まあ、アメリカの、まあ、有名な女優がこの先ほど出た BRCA1 という、まあ、この遺伝性乳がん卵巣がんに関わる遺伝子に生まれつき、まあ、変化があって、まあ、これがその乳がんあと、まあ、卵巣がんの発生リスクをすごく高めるということが分かっている、まあ、この遺伝の情報が分かったわけですね。まあ、そうするとその何もしないままでいると、まあ、乳がんになる確率が生涯で7割、まあ、卵巣がんに発症する確率が4割以上ということが分かっています。あなたは7割の確率、4割の確率でこのがんになりますよって分かっていて、何か予防の手段がないのかしらっていう時に、まあ、お産も終わっていたっていうところもありますけれども、じゃあ両方の乳房を、まあ、切除しよう、あとはお子さん産み終わった後で卵巣卵管を摘出しておこうと、まあ、こうすることによって自分がすごくなりやすいがんに関してあらかじめがんになる前に取っておく、まあ、こういうふうな概念も出てきたというふうになっています。まあ、すなわちこの正常な細胞が別に遺伝子に変化がないというわけではなく、まあ、生まれつき遺伝子の変化は存在しうるというところがまず前提であるかと思います。で、その上でこのいろいろな、まあ、様々なこのがん細胞特有の遺伝子の変化というものが起こってくるわけですけれども、ゲノムの検査っていうふうに言った場合に、まあ、実はこの正常な細胞を見ているのかがんを見ているのかっていうのがしばしばごっちゃになって使われる場合があります。まあ、これもある意味ゲノムを調べている、まあ、自分の正常細胞のゲノムを調べているということになるんですが、まあ、血液で正常な細胞を調べる検査のことは遺伝学的検査というふうに呼んでいます。で、まあ、これは生まれつき変化があるのかないのかを調べるというもので、一部のみ、まあ、保険で検査が可能なんですが、まだまだ自費で行わないといけない部分が多いというところがあります。まあ、そしてこのパネル検査、遺伝子パネル検査っていうときには、いやもうがんを調べる検査でしょうっていうふうに、まあ、当然考えるんですけれども、実はいや遺伝性腫瘍になりやすいような遺伝に関わるようなその生まれつきの変化を調べるためのパネル検査っていうものもあるわけですね。で、こちらは保険では使えないというのがありますから、まあ、自費で十数万円以上かかるというものがあります。パネル検査というふうな用語が出たときに、正常な血液検体で、まあ、自分に生まれつき変化があるのかないのかを調べているのか、それともがん細胞で起こっている変化を調べるのか、この違いを、理解しておいていただけるといいかと思います。で、がんゲノム医療がん遺伝子パネル検査はがんで何が起こっているのかを調べて、まあ、生涯1回だけ標準治療終了見込みの後に、まあ、使うことができる検査というところがありますので、まずこの違いを押さえていただければと思います。まあ、そしてこの5種類のがん遺伝子パネル検査があるんですが、これもちょっと、まあ、検体どれを使うかというので少しややこしいのが、血液だけを使って、まあ、このがん遺伝子パネル検査、がんで何が起こっているのかという調べる方法も、まあ、技術が進んできてできるようになってきています。まあ、それで血液、生まれつきの遺伝子の変化という情報も、小児がんもそうですけれども、成人のがんでもやはり重要というところがありますので、がん細胞と血液をペアで調べる検査もありますし、まあ、がんの組織のみを調べる検査、あとは血液の中のそのがん由来の遺伝子の変化を調べる検査、まあ、様々なものが出てきています。ただ、まあ、いずれにしろ生まれつきの遺伝子の変化もひっくるめた形でこのがん遺伝子パネル検査では調べられます。
で次にその、がんゲノム医療、まあ、先ほども252施設で全て検査が行える、まあ、こういう、エキスパートパネルという枠組みができてというお話ありましたけれども、じゃあ250以上あればもうそれで全てカバーされているのかという点からすると、がん、まあ、診療連携拠点病院という、まあ、がん診療の拠点となる病院の数は456施設あります。すなわちまだ200施設以上のこのがん診療連携拠点病院では自分の施設で検査を出せないという状況になっています。まあ、そうするとうまく紹介のシステムを作らなければやはりその多くのがんの患者さんに、まあ、この検査が届かないというところがあります。まあ、そういった点でもこの連携であるとか人材の育成はとても重要になるかと思われます。でこの6万人を超えたというのをこれまで出ていますけれども、まあ、これ年に直すと、まあ、月々約1700件で、まあ、2万人の患者さんが受けているということになるわけですが、じゃあこの2万人という数で十分ですかというふうなクエスチョンが出てくると思います。がんで亡くなっている方38万人、まあ、固形がんに限定というのはあるんですけれども、38万人亡くなられている方というのは亡くなる前にこの検査に関して受けるチャンスが1回あってしかるべきはずなわけですけれども、まあ、じゃあ考えてみるとこれ結局 5、6% 以下の人しか実際にこの検査そのものを受けられていない。これはもちろんいろんなタイミングだとかいろんな状況あると思うんですけれども、そもそもこの検査があるということを知らないままそのがんで亡くなっている患者さんが今もすごく多いんじゃないかなというふうに感じています。でさらにこの、検査を受けられたこの検査到達性そのものが 5、6% という中で治療に到達できる方っていうのは、まあ、1割弱ということがありますので、検査を受けてかつ治療に到達できる人というのは 0.5%、 200人に1人ぐらいということで、まだまだハードルが高いということになります。まあ、そしてこれは検査の治療の内訳なので細かな部分は省略しますけれども、まあ、臨床試験保険で認められている以外のお薬に到達できる方っていうのは、まあ、大体この中の3人に1人ぐらいというふうになります。従いまして全く保険で認められていないような臨床試験などに、まあ、登録できる患者さんっていうのは、まあ、がん患者さん全体で見たときには 5、600人に1人ぐらいというふうな状況です。まあ、やっぱりもっと多くの人にこのがんゲノム医療による恩恵を届けられないかなっていうふうに、まあ、どうしても感じるところです。もちろんこの治療に到達すれば全てのがんが治るというわけではありません。まあ、しかしながらこの治療につながった人の方が、まあ、治療薬の候補がなかった人あるいは治療に、まあ、つながらなかった人よりもやっぱり治療の成績が良い傾向が出てきているんじゃないかな、まあ、こういうデータも出てきています。まあ、やはりその、なんとかこのゲノムの検査で見つかった治療に到達できるようにしていけないかなっていうふうに思うわけです。まあ、そうするとこの国民皆保険、まあ、このがんゲノム情報管理センター CCAT に集められているようなこういった枠組みをもっと生かしてより良い日本のがんゲノム医療、日本ならではのがんゲノム医療を発展させていけないかなというところで課題点がいくつか上がってくるかと思います。まず検査を受けるタイミングが果たしてこの標準的な治療、もちろんこれを優先すべきなんですが、本当にそれがほぼ終わった段階でないと受けちゃいけないのか、諸外国、まあ、日本以外に関してはこの標準治療終了見込み後というふうに限定している国は基本私は知る範囲ではないというふうに思っています。また治療の到達性もできれば1割より増やしたいというところはありますし、あと地域差が本当にあるのかないのかというところもこれもポイントになると思います。まあ、費用に関しても治験到達、まあ、地理的な部分もありますし、この検査そのものが、まあ、56万円かける3割負担ですと高額療養費制度を使えないと数万円のお金がかかる場合もありますので、まあ、費用も考えなければいけない。そして検査を受けられる病院が限られる、まあ、こういったところに関してもまだまだ増やしていく必要があるんじゃないか。そしてがんゲノム医療始まって4年、始まって4年ということは、まあ、私医者になって30年近くですけれども、医者になった段階でこういった検査あるいはこのゲノムの知識がほとんどないまんま医者になっている人が圧倒的に多い、まあ、そういった中で果たして本当にこの、エキスパートパネルの議論、このゲノムの検査の結果を適切な形でお伝えできる、あるいはこういう検査がありますという情報を適切に伝えられるのかというところに関して、やはりこの、がんゲノム医療に関してしっかりと知識を持っている医療スタッフを増やす必要があるんじゃないか、まあ、こういった課題があるかと思います。まあ、そしてこの第4期がん対策推進基本計画が、まあ、今年、まあ、出たわけですけれども、誰一人取り残さないというふうなところになっていて、がんゲノム医療についても書かれています。誰一人取り残さないっていう
からにはやはりこのがんゲノム医療に関して、まあ、どのがんの患者さんであってもやはり知る権利、知っておいてほしいっていうふうな思いが込められているんじゃないかなと個人的には解釈をしております。でこういったその様々な課題があることに関して、まあ、厚生労働省、国が何もしていないというわけでは決してなく、まあ、実は令和2年度から、まあ、3年間、まあ、東大病院で、まあ、前病院長であった、まあ、瀬戸先生が研究代表という形で、まあ、実はこのがんゲノム医療の推進に向けた、まあ、実態調査研究というものをやらせていただきました。でこちらこの日本のこの、まあ、CCAT を中心とした、あるいはこの各ワーキンググループといった、まあ、中核拠点連携拠点病院のこのネットワークがあるために、まあ、全国みんなのその各施設に協力を依頼してアンケートを患者さん、検査を受けた患者さんに配って、アンケート調査を行うというのを、全国規模で、まあ、大規模に行うことができました。で全体で2000人以上のがんの患者さん、検査を受けられた患者さんから回答をいただいています。1000例近く集まったところで市民公開セミナーを開いて、それで検査のデータに関しても公表させていただいております。ウェブのみですとなかなかその書きにくいというか回答しづらい方もいるので、紙のアンケートもOK にしたりであるとか、あるいは、まあ、患者さんご本人だけではなく、まあ、ご家族の方が回答できるようにしたりというふうにもしております。で、まあ、そのおかげというか皆様のご協力のおかげで、まあ、70代60代50代と、まあ、がんの実際、発症年齢がに、まあ、あったような形で回答をいただけました。で受ける前の相談、まずその情報に接することができるかという点ですけれども、まあ、ほぼ圧倒的にやはりこの主治医担当医からこの検査に関しての情報を得ています。で、まあ、その他の、まあ、医師あるいはスタッフから聞いている人は、まあ、全部足し合わせても本当に 2,3 割いるかいないかという感じで、逆に言うとこれ主治医からもし説明を聞かなかった場合に自らこの検査は私に受けさせてくださいっていうふうに伝えられているだろうかっていう疑問が残るわけです。そうするとこの検査について、まあ市民の方、がんの方、やはり皆さんが知っておく必要性も、そして医療スタッフもみんな知っておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、このアンケート、当然その治療についての提案であるとか治療を受けられたかっていう点に関しては CCAT の情報と基本、合致しています。治療についての提案があった方は 46%、あとまあ確定分で提案された治療を受けられている方が2割ぐらいということで、やはりこの治療に到達した方っていうのは 10% ぐらいという結果でした。で遺伝に関する情報が分かりますよというときに、まあ、どのぐらいの方がこの遺伝性腫瘍に関する情報を聞きたいかという点ですけれども、まあ8割近くの方、まあ、覚えてらっしゃらない方もいるので、実際には9割ぐらいの方が遺伝に関する情報、生まれつきの変化があるかないかというのも、まあ、聞きたいというふうに、お答えになっています。で、まあ、その何らか所見が見つかった方というのはこのアンケートでは 23% というふうになっていて、まあ、17.8%、 2割近い患者さんがこのアンケートに回答した方では遺伝性腫瘍に関連するような所見を何らか、結果を説明するときにお聞きになられているということになります。まあ、報告ではだいたい 9% ぐらいというのがあるので、まあ、こういった遺伝性腫瘍に関連する所見が見つかった方がより多く回答してくださっているというのがあると思うんですけれども、まあ、こういったその1割近い方に関しては実はご家族の方、血のつながっている方が、まあ、自分の身内が受けただけの検査なのに、実は自分の遺伝情報において遺伝性腫瘍に関わるような変化があるかもしれない、こんな情報が得られる可能性がある、このような時代になってきています。まあ、そういう意味でその当事者という部分に関してはいつ自分がそういった遺伝性腫瘍に関わるような情報に接するかというふうな、分からないと、いつでもそういったような情報に接する機会があり得るという前提で、まあ、こういった検査を受ける、あるいは聞いていただく必要があるのかと思います。で、そしてまあ治療に到達は1割以下というところはあるんですけれども、まあ、実はじゃあその満足されているか、検査を受けて後悔されているかどうかという点では、これまあ11段階評価で7以上満足というふうに取っているんですが、7割の方は、検査を受けてよかったというふうに回答くださっています。で、この満足度が高い理由は実は家族のがんのリスクについて考えられた、あるいは検査結果を詳しく説明してくれた、聞きたい内容を十分説明してもらえた、あるいは自分のがんのことをよく学べた、まあ、こういったところからその結果ももちろん大事なんですけれども、医療者あるいは患者さんの間のコミュニケーション、ご家族の方とのコミュニケーションもとても大事だということもこのアンケートを通して分かりました。で、一方、まあ、こういったこの CCAT を含めたさまざまなこのがんゲノム医療を支えていくためには、実はまあ多くの医療スタッフが、まあ、
まあ、土日夜間を問わず、働いているという実態も、まあ、こちらはあの、別の資料からのものになりますけれども、施設アンケートでもこの施設がまあかなりその人的なリソースで苦慮しているという実態が明らかになっています。まあ、このエキスパートパネルをぶっつけでやるわけではなくて事前の準備をしているんですが、まあ、平日の時間外や土日を使って、まあ、多人数で、まあ毎週毎週この、まあ、5例10例20例というふうな症例に関して、まあ検討した上でエキスパートパネルを開いているというふうなところがあります。ちょっとまあ働き方改革の観点から逆行するんじゃないか、検査増えたらどうするのっていうところがあるので、やはり持続可能性というところも考えなければいけない、そういう時期にも来ていると思います。で、まあ、こういったそのアンケートをまとめなければいけない、それを、まあ課題を抽出して提言書にまとめたいというふうなところで、これ患者さんご家族の方のご協力で、集まってきたデータに関して医療者側だけが自分で解釈して提言書を出していいのっていうのが素朴に疑問に思いました。まあ、そうするとやはり患者さんご家族の視点、市民の方の視点、まあ、さらにはがんなんだけれどもまだこの検査を受けられない方の意見、こういったものも含めてこの提言書を作っていく必要があるだろうということで、患者市民参画ということを行いました。で、この市民公開セミナーの時に、まあ、こういったこの、患者市民参画、興味のある方はお声掛けくださいということで、まあ、公募をしまして、まあ、その、PPI 活動の下で、まあ、今回この提言書を作成しております。作成のプロセスは、まあ、患者さんのアンケートを実際に見てもらう、施設アンケートを見てもらう、まあ、そしてこの PPI のメンバー9名、選ばせていただきましたが、ご相談をした上で毎月毎月、まあ、結構多くの資料を読んでもらって議論をして、まあ、それで課題を抽出して提言書の作成をしております。ちょっと時間がなくなったので、あとはあの提言書はまたちょっとお読みいただければと思いますが、一番大きな課題はやっぱり検査のタイミングを早くしてほしいっていう声が圧倒的に多いです。その、まあ、最適な治療を目指すためというふうな、本来の意義があるはずなのに、標準治療終了後でもう最後の希望になっている、その上で治療がありませんでしたっていう、これはあまりにも酷であるというところで、その治療薬に到達できなかった理由に関しては、まあ、そのうまく治験のタイミングに合わなかった全身状態が悪化したっていうところがありますので、ゲノムの情報を知っておいていつでも治験があれば標準治療のタイミングを合わせてしかるべきタイミングで治験に入れるようにスタンバイしておくっていうところも大事かと思います。まあ、そういう意味で、早期の検査ができるように、まあ、保険適用範囲を拡大してほしいというのを提言にまず盛り込んでいます。で、初回にやったらどうなのかという、研究も行われています。これは京都大学を中心に行われていて、このビジネススライドそのものは、割愛しますけれども、まあ、実は最初にやっておけば2割の方に非常に短期間にこのゲノムの検査の結果に合わせた、治療薬への到達ができるということが分かっています。これはもちろん今までの保険の検査でできるものも含まれるわけですが、やはり全身状態が良好な段階で、検査を受けておいて、まあ、それであの治療にしっかり結びついたという、その治療につながったっていうふうな、アウトカム、結果を、まあ、直接分かるというところがありますし、また標準治療を行っている間から自分はもし標準治療が効かなくなったとき、こういう選択肢があるんだなっていうのを考えておく時間を持つことができます。まあ、そして自分の、特定の遺伝子、この遺伝子をマークしなきゃいけないっていうのがあれば、その遺伝子に関する薬剤の開発状況を医師とともに、あるいは医療スタッフとともに追っかけていく、そういったことも可能になるかと思います。そして薬剤開発そのものを、推進していく、これも大事です。河野先生も、まあ、あのお話になりましたけれども、まあ、どうやったらこの、新しい薬を増やしていけるだろう、治療につながらなかったっていうこの満足度の下げる要因をどうにかできないだろうかっていうところを考える必要があるかと思います。一つの方法は、がんによって使える保険のお薬っていうのは決まっている、でも実際には他のがんだったら使えるお薬が自分にはぴったりゲノムの検査でフィットするマッチするっていう場合があります。そうすると自分の病院に薬がある、隣のがんの患者さんは使っている、でも自分はそのがんと違うからそのお薬が使えない、そこにある薬が使えないってどういうことだっていうことがあるわけで、これは地域によらずどこの病院でも本来はできるはずだ。で、これをまあ解消する一つの方法として、この患者申し出療養制度というものを使って、他のがんで承認されている薬に関して臨床試験という形で薬を届けられるにしま、ようにしましょうという枠組みがあります。ただこれは、試験薬を製薬会社から、無償提供してもらうというのが前提になっているので、まあ、やはりその、
得られるお薬に限りがあるというところがあります。まあ、先ほど河野先生のご説明があったように、こういったそのゲノムの情報得られている CCAT のデータの利活用もとても重要になるかと思います。でもう一つ、この治療薬、薬剤開発で今後キーになっていくだろうこととして、ちょっと分散型臨床試験ということだけ、もし、覚えておけ、いただければというふうに思います。今まではもう医療機関が中心と、まあ、病院に来てください、来られなければあなたは治療は受けられませんという状況だったわけですけれども、今、さまざまなデバイス、それこそオンラインで今日参加されている方もいらっしゃいますし、いろいろな情報というのを患者さん側から医療機関というのは得ることができる。そうすると患者さんを中心にしてその臨床試験を考える、脈拍であったり、血圧であったり、さまざまなそのデジタル情報というものも集めることができますので、そうすると患者さんを中心にして、なるべく遠隔地域でも受けられるようなこの臨床試験の枠組みが必要なんじゃないかと。これはすぐではないですけれども、今後やはり真剣に考えていかなければいけない課題になってくるかと思います。また地域差という点に関しても、実はゲノムの検査を受けられている比率というのは、都心部のこの13都道府県と、拠点病院が1つもしくはゼロの34件とで比較した場合、実は大都市圏の方が検査を受けている人の数が多いという事実も今回明らかになりました。また到達している治療の中身っていう点に関しては、都市圏の人たちはその保険診療以外の治験などに到達できているんですが、こちらの34件に関しては、アンケートで回答いただいた中ではこの臨床試験に到達できているっていう方はいらっしゃらなくて、基本保険診療実施でできる範囲のみということで、正直地域差はまだまだあるというのが現状かと思います。そしてこの情報にある程度やっぱり接することが大事だということがあって、こういった内容に関しても提言の中に盛り込ませていただきました。でその他、この国にだけ要望すればいいというわけではない、医療機関、医療者そのものも、やっぱり努力をしないといけないよねというところがありますから、人材の育成、チーム医療の推進、そして患者さん、ご家族の方とのコミュニケーションの向上、こういった部分に関しても相談支援の窓口を設置したりであるとか、この情報を患者さん、ご家族の方と幅広く共有する体制も重要と考えています。そしてもう一つは、医療機関、国だけじゃないよねっていう、実は民間であったり、一般市民の方々であったり、あるいは患者団体の方々であったりも、そのがんゲノム医療の推進に役立てる、チャンスっていっぱいあるんじゃないかなとも思いました。でこれも PPI で市民患者、の方々からいただいた意見も反映されています。がん相談支援窓口、がんに関する情報、また一般社会におけるがんの教育、知識の普及、こういったものに関しては日々やっていくことができますし、がんになる手前からがんゲノム医療について知ることができれば、よりがんになった時に備えておけるいろんな情報を収集しやすくなる、こういった部分があるかと思います。でこの提言書、5月に、出して、この7月に、市民公開講座をやって一般的に公開させていただいておりますけれども、これちゃんとこの出しっぱなしじゃなくて、本当にこの課題で挙げたこうしようって言ったのが少しでもいい方向につながっているかどうかっていうのもちゃんと調べていきましょうっていうことも提言書の内容に記載をさせていただきました。これも PPI で、患者市民参画で入ってくださっているメンバーからの提案で、ちゃんと実現できるかどうかチェックしなきゃダメだよっていう声を受けて、この丸4っていうふうな項目も入れさせていただいております。こちらの提言の内容で今日は細かくは説明できませんでしたけれども、体制作りというふうな部分と、あとは情報をしっかりと共有しましょうというふうな、この青字で書いている部分もしっかりとこの提言の内容に入れるようにして作成をしております。こちらこの提言作成に関わったメンバーに関して、提示させていただきます。でこの、提言書に関してぜひもしご興味のある方は東大病院ゲノム診療部提言書と検索いただければ公開されていますし、患者アンケート、施設アンケートのダイジェストも載っけていますので、ぜひご覧いただければと思います。こういった課題を解決しつつ、日本のがんゲノム医療がさらにいい方向に進んでいってほしいなと、それで皆さんの、意識もどんどん高まっていってほしいなというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。